こんにちは。皆さん、LINE ASMR です。前髪少し長くなりませんか？とにかく今日の動画はキラ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 宝石お菓子食べてみましょう。こっちにあることです。めっちゃ綺麗でしょ。私が作ったものじゃなくて買ったものです。私は料理は上手じゃないんですよ。で、このコアクトは最近韓国の YouTube とか SNS とかでめっちゃ綺麗し、綺麗なリオンのドーン、点灯の夏のお菓子ちょっと流行っているお菓子ですよ。綺麗し、音もめっちゃサク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 いいですから、ちょっと動画を撮りたいだと思って買いました。でも私が検索するとき、そっちするとき、あんまり日本語ではコアクトの説明を探さなかったんです。もっとちょっと詳しく知りたかったんですが、もし知っている皆さんがあったら、コメントにこんなお菓子ですと紹介してくれたら、楽しいだと思います。はい。とにかく。で、今から、キラ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 、キラ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 、宝石、お菓子、琥珀と、食べてみましょう。始まるよ。じゃあまずはちょっと詳しく見ましょう。めっちゃ綺麗ですよね。本当に宝石みたいんです。あ、手は綺麗です。洗いました。で、このお菓子はですよね、色はこれだけじゃなくて青いとか紫とか黄色、まあ、いろんな色がありましたが、私はピンクが好きですから、このピンククラデーションのお菓子で買いました。
これはともらって、もっと簡素したものです。説明にもらってすぐ食べたらもっと食感がふか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 しますと書いて、私はもっとちょっとサクサクな音が欲しかったんですから乾燥しました。味はどっちが美味しいかな、わかりませんが、で、ちょっと周りがこういう感じに、硬いんです。皆さん分かりますかな、日本にはよく分かりませんが、韓国にあるチムジバン、お風呂の後に行く場所こちらのここ何、トペですか、壁で、チムジバンの壁、トベ、壁、どちらへに、ちょっとこんな宝石がありますよ。その宝石みたいです。見れて。食べたいんですよね。で、もう一回、話が長いですね私日本語はまだ上手じゃないですから、味の説明する言葉をちょっとここに買いましたよ。少し下を見ながら話しても、ご理解いただけください理解してくださいはあんまりいい言葉じゃないですとコメントにもらって、もっといい言葉を皆さんが書いてくれました。忘れました。ごめんなさい。また勉強します。今から本当に食べてみましょう。ドキドキしています。まずはこの薄い色のコアクトから食べてみます。いただきます。
確かに食感がめっちゃ面白いですよ。この周りは本当にふかふか、ふかふか、サクサク、サク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 、サク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 、サクサクしますが、この中は全然サクサクしないんです。めっちゃふかふかふか、ふかふかふかして、なんかサクサクするのにふかふかする感じ、面白いですよね。めっちゃ甘い香り、香りもみなさんに見せたいんですね。いい香りです。なんかパンの香りなんかおかしいな。とにかくで、あの味ですよね。実はこれめっちゃ綺麗し音もいいだけど、あんまり美味しくないんですと聞きましたが、私は美味しい私美味しいですが、美味しいですよ。ここの店が美味しいですかな。意外に美味しいですこれも食べてみましょう。チェリー、中はチェリーです。ここはお菓子、ここはチェリー。美味しい濃いな、甘い、濃い甘いです。ちょっとすっきりな味はないですよね。だからこれを全部食べることは、なんか一口だったら、うん、美味しい、でもこれ全部登場は、大変ですよねの感じですよね説明難しいとにかく私はちょっと美味しいです。私甘い味もサクサクな食感も好きですから、ですかな。もっと早く食べてみましょうか。普通にThank you.
宝石。宝石を食べる感じです。食べろとかいいかも。私はちょっと早く食べる音がもっといいだと思いますが、皆さんはどっちがいいでしょうか。遅く食べてみます。これの味違いますか？違いますね。これはなんか、あれ、子供の時、風邪にひいた時、飲む、いちご味の薬に匂いもありますか？こんな味です。これが、ジェリーになって、周りがお菓子みたいに硬くなる、これです。これはソーダの味がありますかな。これよりはもっとこれがタンパクな味と思います。あんまり甘くないんですが、まろやかこれよりは、ソタの味があります。ちょっと違いますよね。私はこっちの方がいいです。
次はこれを全部一回に食べてみましょう。わかりました。これ一口に全部食べたら甘いばっかりです。日本語で説明する感じが難しいですが、甘すぎるです。なんか一口、これはちょっと甘いかも、美味しいよねの感じだったら全部食べた。甘いからなんか甘いの感じ。甘いばっかり話しましたが、ですよね。一口に食べることは少し少し食べることがいいと思います。もし食べる皆さんは少し食べてみてください。
この色のお菓子がちょっと弱いですかな。
最後にこの3つを全部一回に食べてみます。今少し大変ですよ。私は食感も面白いし、考えより味も美味しかったんですよね。で、やっぱりめっちゃこういうピンクピンクしてキラキラすることがいいなと思いました。全部食べることは本当に甘すぎてちょっとやばかったんです。無理でした、はい、じゃあ今日も動画を見てくれてありがとうございます。私はまた次の動画で来ます。なんかもっと面白い味とか食べ物があったらコメントで紹介してください。はい。じゃあ皆さん次の動画で会いましょう。これ話しましたか？とにかく。じゃあねー。またねー。バイバイ。いただきます。